んじゃないか。そうね、割といい感じかな。よし、じゃあというわけで作る野菜の発表ですね。じゃあ、畑の方がもう2週間経ったということで、畝作って野菜を植えていきましょうか。今回はね、もう4種類だね。4種類種を持ってきたから、まあ、これはまだ言わないけど。まだ言わんの？そう、まだ言わないけど、畝作ってから植えるときに発表だね。よし、じゃあ耕していきましょう。だいぶ柔らかくなってる。うん、結構いい感じだね。柔らかい、本当に。よしよし。まあまあ、畝はね、いくらか今までも作ってきましたから、まあ、大丈夫なはず。よし、じゃあ畝を作っていきます。こういう根はやりながら抜いていっちゃって、こっち側はあれだね、根がすごかったかな。向こう2年目だけど、うん、こっちまだ1年目だから隠れれば、あとは形を鳴らしてみて、やっぱ最初のあれだからどうしても塊は多くなっちゃうので、だいぶでも農作業も慣れてきた。そうだね、結構その道の方から見ると全然甘いんだろうけど、でも自分でちょっと野菜作る分には、そう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 、自分たちでね、うん、ぐらいでは割とまあ慣れてきたね。結構ミミズがいるってことは、まあ土自体は多分良くなってきたんだ。うん、うん、ミミズがやっぱちっちゃミミズ、超ちっちゃいミミズ。こっち側だね。そんなもんじゃないか。そうね、割といい感じかな。よ
し。じゃあというわけで作る野菜の発表ですんで、今回植えるのは、まあ今回植えるのはまず一つの畝には2種類のトマト。黄色いじゃん。そう、前赤いミニトマトは植えたことあったけど、黄色いのは初めてだね。フルーティービミね、フルーティービミと、これが中型というかちょっと大きめのレッドオールっていうトマト、この2種類だね。と、もう一つの畝には一番最初に植えたちょっとあったかな、20日大根。これもう一回20日大根と大葉、まあこれはえらいなんか簡単ゾーン。そうだね、ちょっと比較的作りやすい簡単ゾーン、まあ初めての土っていうのもあるから、まあ、なるべくね。そうそうそう、簡単な。どっちもね、全部が全部できなかったっつうと悲しいから、割とまあ比較的簡単なのもちょっと最初だからね、まあ用意してやってみようってことで植えていこう。じゃあまずは20日大根の方が、あ、いいです、この角っこで押し付けて。じゃあこれはあと2列、あ、1列でいい、で、一定の間隔で数粒を巻いて。20日大根、去年はうまくいったよ、いっぱい取れた覚えが。そう、食べてみたけどちょっと苦手だったね。今年は、今年も正直去年の苦い思い出があるから、ちょっと食べるのは勇気がいるかなと思ってる。食感とかは良かったんだけどね、どうしてもこれしか食べちゃダメ。1年間20日大根だけ生活。1年、そしたら嫌でも食べれるようになる。確かに、だんだん味にも慣れてくるのかね。それ用の料理を作り始める。あで、薄く木をかぶせて、よし、そしたら、こっち側だね、こっち側に押して、なるほど、でかいやつと、ちっちゃいやつ、とりあえず、ちっちゃいやつから1センチくらいの深さ、深すぎ。うそ、これ深すぎ、こんなもん。そうそう、指の半分くらいが。くらいにしとこう。数粒、うん、数粒だね。これがこれ少ないね。どんなもん。かなり少ない。これ見えるかな。ちょっと待ってね。よし、これで全部かな。はい、じゃあ巻いていきます。数粒ね。数粒。はい。巻いてんのか分かんないぐらい。そう、ちっちゃい。よし、いいね、全部ないな。おお、ほとんど同じ。若干でもやっぱでかい、うん、種の大きさはある。若干形は一緒だけど、この粒より小さいぐらい。そうだね。よし、で2、3粒だいたい、あ、5粒入っちゃった。早速
よし、あとは水だね。水あげれば OK かな。よし、頭がどっか行っちゃった。シャワーだ。そう、よし、じゃあやってんだよ。こうこんぐらいならいい、威力。あんまドバーってやるとなんか種が消えちゃいそうだ。よし、まあ、ここ雨降るで。そんなもん、こんなもんだ。よし、オッケー、いいかな。野菜畑の拡張は完了だね。夏野菜、これもうまくできるといいけど。よし、オッケー。